先輩、今の悲鳴。ここ、本当に私たちが知ってる愛公園、強い思いが一面に広がってる。それが私たちにいろんなものを見せたり、聞かせたりしてるの。気をつけて、勇気を持って、耳を傾けてあげて。え、耳を傾けるって。行こう。どういうことなの、千里。千里、この風景、本当に、本当にここ、街中の愛公園。ゆかりちゃんにも見える？ねえ、ちょっと先輩。何がまみえるんですか？悪い冗談はよしてくださいよ。あたし、夢を見てるの？違うよ。思いが見せてるんだよ。ここで死んだ。殺された人たちの思いが。先輩、ここ、ひどい匂いだよ。形状だったんだよ。多分、こんなに強い気持ちがとどまってるなんて。だけど、どうしてそんなことが？神社があった時は、きっと、抑えられていたんだよ。だけど今は、それが壊されて。ねえ先輩、お経が聞こえるよ。それで、返せって言ってたのね。だと思う。でもそんなこと、無理だよ。私たちに言われても、ゆかりちゃん、早くここから逃げなきゃ。ゆかりちゃん。まだ、調べたいことがあるの。行こう、それしかないよ。ゆかりちゃん、ダメ。そっちはもう。あたしたちが行っていいところじゃないよ。みんな、危ない。え、先輩、右に逃げて、先輩。千里、いつしま先輩。気づいたかね？フィラスト？坂井さん、ですか？待て、動くんじゃない。もう少し、休んでいきなさい。あ、すいません。あの、友達がいたはずなんですけど。ああ、大丈夫だ。超速車を避けられたようだよ。今、警察を呼びに行っとる。池に落ちたのは、君一人のようだな。おやしろ、亡くなっちゃったから。ずいぶん怒ってる人がいました、水の底で。
今夜は月がないからな。哀れな仏さんが、ここぞとばかりに荒れ狂っとる、悲しい姿だ。こんなことは、あっちゃいかん。わしの、知ってることを話そうか？400年も遡るとな、この丘は、罪人たちの首切り場だったのだよ。罪人とはいえ、戦で負けた兵士や、何の関わりもないその領民もいた、男もいた、女もいた、年端のいかぬ子供たちもおった。いざ、首を落とされる時は無数の恨みの言葉を重ねたに違いあるまい。落とされた首はどうなると思う？あの丘を転がるのだよ。コロ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 と転がり、土手下のこの池にドブンと沈むのだ。やがて、池にはムクロがたまり匂いを出した。役人たちは仕方ないので土をかき出し、池をもっと深くした。こうしてさらに池には無数の首が転がり込むことになった。当時のこの池の放つ正気たるや、穀物を腐らし、土地に疫病をもたらし、さらに多くの不幸を呼び込んだ。その頃になって領主は、ようやく霊を鎮めようと考えたらしい。形状は形状跡となり、丘には、鳥居と堂を建てられた。それでどうにか収まっていたのだよ。つい最近まではな。どうなるんでしょうか？これから。ま、今のところはこの辺には近づかんことだな。しかし昔からこの辺におる者は、私のような偏屈ばかりだがね、いろいろと考えておるのだよ。お前さんが心配することはない。助けていただいて本当にありがとうございました。ふっ、久しぶりに若い女性と話ができて愉快だったよ。では、おやすみ。行くぞ、フィラストを。明日、改めてお礼に伺わせていただきますから。私たちは合流した後、慌ててその場を離れました。こんな時間、こんなところにいる理由をうまく説明できそうになかったからです。私があった昨夜の事故はトラックのギアの故障が原因だと新聞にありました。けれど、私が知りたかったのはそんなことではなかったし事故の本当の理由、今でもあそこに囚われている悲しい人たちの思いを知っていたのでひどく寂しくなったことを覚えています。そして私は新聞を畳むと昨日の夜約束した通り、坂井さんのお宅を訪ねるために出かけました。すいません。この辺に坂井さんという方のお宅は？坂井さん？盲導犬を連れたサングラスの方。はい。それなが、三軒先の家だが、君は、坂井さんのお孫さん？ええ、いえ。昨日の夜、助けていただいたのでお礼に来たんですが。昨日の夜、おかしいな。君を助けたのは、本当に坂井さんだった？は。はい、確か。坂井さんは、昨日の夕方病院で亡くなられて今日。お通夜のはずなんだが、亡くなった時間を聞き違えたかな。え、でも、フィラストは？ああ、飼ってた犬、聞いた話だと坂井さんも亡くなった夜にくさびをちぎってどこかへ逃げ出したそうだ。とても仲が良かったかが、今頃は。そうですか。ありがとうございました。あれから、一月が経ちました。何事もなく過ぎていく日常が、あの夜のことを夢にしてしまいそうでした。けれど、
今日、私は、一つの噂を手に入れました。それは公園の駐車場の真ん中に奇妙なお堂が建てられた、というものでした。随分前から市民団体の要請があったそうです。心配しなくていいと言ってくれた坂井さんの言葉が鮮明に思い出されました。そして、旅に出る前に最後の日課を終わらせようとしていらっしゃった少し先を急ぐような歩き方も。はい、第1の噂、心霊写真量産公演、第1エンドです。次回もお楽しみに。チャンネル登録と Twitter フォローよろしくです。コメントもどしどし待ってます。ここまでのご視聴ありがとうございました。次回の動画もよろしく哀愁。今後ともよろしく。